ミシン、エポルク帯でラフラー押さえで簡単に均等なタックを寄せて縫います。こちらがラフラー押さえです。この押さえの前にある板で寄せるタックの間隔を調節できます。1、6、12の数字はそれぞれ何針ごとにタックを畳むことを表しています。星マークは直線縫いです。今回は6針ごとにタックを畳みます。また、押さえの脇にある数字、1、4、6がタックの深さです。今回は6ミリに合わせます。ラフラー押さえに変更します。針留めネジにラフラー押さえのくぼみをはめます。ミシンの設定をします。布端を布ガイドに入れます。縫い進めると自動的にタックが寄ります。上下停止ボタンを押します。糸を引き出してミシンの糸切りかハサミでカットします。タックを寄せる布の下に別の布を入れると、タックを寄せながら縫い付けることができます。上の布のみタックが寄ります。タックが簡単にきれいに寄りました。